どうもマルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということで、ちょっと待っていきなり始まっちゃった。幻のダンジョンでございます。行っちゃったエッグ&チキーラ、いきなり挑戦していきたいと思います。まあいいでしょう、よろしゅう。まずですね、今回ケーキ持ってきてます。ケーキを持ってきてます。ケーキセットで今回は挑みます。一応混乱と、麻痺、あとは守備力ダウンガードが耐性としてあるんですが、さあ初見だよ。さあやっぱり2体来て2体分けされてます。これどっちから狙っていくんだろう。あーなるほどね。あーすごい、 BGM がカジノだ。ちょっと待って、いや守備力ダウンガードだ。ガードだ。そしてスピード調整、倍速はまずやめよう。よし、でまあ左からとりあえずで灼熱が来るね。ちょっと待って、どうだろうこれ、ゲージ割るな。青ミス、さあ防御は間に合うのか灼熱。まあ一旦ここは全員防御しましょう。さあどうなるか。まあまず灼熱が飛びます。あ、ダメージは大丈夫ですね。で羽をまき散らす、きますね。羽に紛れた、あーなんかついてるよ。この効果は何だろう。ちょっとまあ、歌ってきますか。三河足上がってるのかな。あ、三河足が上がってる状態ですね、これ。これは波動ですね。はい。あ、物理無効なんだ、これ。で、これを予想していたので、天空波動を持ってきてました。いいね。完璧ですね。天空波動は完璧でしたね。で、ただ、守備力ダウンがめっちゃかかっていくね。で歌歌っていきます。あーっと麻痺。 OK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 。 ここは福美ゾンさんが OK ですね、超万能で。いやーでもな、これ俺が超万能ないからな。あとは鍵持ちでご協力今回いただいたのがマッシューさんという方で、マッシューさんが、あー混乱もやっぱ来た。マシューさんが残り持ってる感じなんですよね。麻痺でも混乱も入っちゃってるね。またか。よし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 、向こう向こう、デイ向こうだったんですかねこれ。ちょっとギガスラもう一回打ってみますか。左はデイ向こうでしたかね、ちょっと見えてなかったですね。あ、左はもう完全デイ向こうですね。で岩石落としが来ますね。クミゾンさんは瞑想で回復。さあ灼熱が入る、大丈夫ですね。耐性がしっかりしてれば装備的には、あ、ダメージ的には大丈夫ですね。問題はこの岩石落としの方ですね。まあここは逆にマシューさんがまあ死んでしまった場合は復活で戻って、あ、なるほどね、岩石落としはそこそこ痛いですね。これで戻ってもらって静かになりましたね。でタタ歌も歌っていきたいですけど、まあこれギガスラッシュはないですね、こうなってくると。で輝く息もやっぱり打ってくる。で今回は炎ブレス耐性と氷ブレス耐性、あとはつくみぞんさんとつくゆみさんはあれですね、なんだっけ、刃の鎧下でジバリア系のねダメージ軽減というか耐性も持ってきている状態でございます。これテキーラの方ダメージないけどどうなんだろうな。いやでもこれ水星2枚持ってきてよかったな。いやまずはこれでエッグラを落とせましたね。さあエッグラを落とすとやはり連携して怒りを打ってくるみたいです。
で、タタウタをこうちょっと切れてしまったんですけど、ここで付け直しが、福水尊さんの分は間に合った。よしよしよし、福水尊さんが2掛け、福水尊さんバトマスで火力で来ていただいてるので、あー復活してくるパターンね。やっぱりどっちかを倒すとやっぱ復活する。ここら辺は原石に近い感じですね。まあ、ザオラルとかね。うこれ大丈夫か。おおこれはパラディンだったから受け切れたけど、うーあぶねえ。これワンチャン雫でしたね。まあでもこれ私回復しきったので、え、これ次受けるときは怖いっすね。やばいやばいやばい、息も来る。これマッシュさんに雫使ってもらいたかったな。まあただここはみんな回復できてるんで、とりあえずいいですね。まずはこれは受け切れるでしょう。ちょっと両方削り気味にいきたいですね。さあ岩石落とし、おーっと怒り中の岩石落としダメージ上がるな。やっと輝く息が来ますね。ここで雫投げます。あべ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 、飛ぶかも。飛んだわ、やばい。後半がやばい。福読みさんに特約軽く上げてきます。であれですね、つくよみさんの波動を一応テキーラに入れたいですか。テキーラ軽く上がってきますね。いやー痛恨惨劇、これはだるい。よしよし、分散した。これ福水さん雫いけるかな。あっマシューさん特約、福水さん雫いけるかな。いやここ俺雫投げます。いいですね。でこれラスゲーのかラスゲーにうまくいけてるんで、まだうわーこの雫は無駄になったやつだな。あーやばいやばい、雫ない、あと1枚しかない雫。テキーラは全員デイン抜群みたいですね。いやー痛恨惨劇、分散しろ。よーしよしよしよし、最悪最悪、うわーきついわ。いやー待て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 、ここで死ぬのは痛い。また来た、これはだるい。物理無効やばい、息やばい。福水尊さんが戻れるか、福水尊さんが戻れるか。ナイス雫、完璧。あ、そっか、物理無効や。何やってんのや何をやってんのやこれ、物理無効やて。やばい、息が来る。まあ息をなんとか耐え切ろう。で福水尊さんを回復したい。でこれはもうつくよみさんの波動が、あやばい、噛み合ってない。波動が溜まるまで物理が無効なので、もう耐え切るしかないですね。ここでガード、よし、いけるか。なんかもうドタバタでございますが、問題はこの後の探偵か。いや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 、なんとかなんとか。さあ天空入って、ここはコンボ決めていきたい。右から落としたい、岩石落とし。よし右は落とした。
あと一発。あ、いいね。いいんじゃないこれ。いったんじゃない。うおー、なんとかいった。なんだかもう。え、なになになに、最後岩石落としかよ。怖っ。うわー、なんとかいきましたね。え、あ、いいよ、無効なのか。いや、なんだかもうよくわかりませんが、なんとか初見のデスはできましたね。お疲れ様でございます。いやー、もうドタバタでございましたが、なんとかクリアを。おお、すごい、2つも落ちた。かっこいい。何これ、魔界の兜、炎ブレスダメージ軽減中、そして魔界の盾、人雷、なんだこの盾、めっちゃかっこいいんだけど。なるほど、この神竜装備のように、魔界装備が今回は落ちるということでございますね。おそらくリーダーの方はリーダーボーナスで、もう一つ装備がもらえてるという感じでございましょうね。いやー、なんだかもうちょっとバタついてましたが、なんとかクリアできました。はい、ということで、エグチキでございました。ちょっと装備に関してはまた、あの、多分編集でね、最初の方に出てると思いますが、そちらの方ご覧いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。